カズレーザーと松陰寺のチルルーム。うわー、ね、いいの来た。いいの来たでしょ。うわー、めっちゃ食いて今。もうね、最強じゃん。世界で一番好きな食べ物、俺カツカレーな。世界一ですか。世界一、一番大好き。一番ですか。一番大好きなカツカレー。まあじゃあいいっすよ、一番。戦おうと思いますから結構俺も上位だな。好きでしょカツカレー。好き、めっちゃ好きっす。なんかでもカツカレーっていつ出会った最初。いやなんかそう、多分ですけど、うん、子供の時にデパートとか行った時とかじゃないですか、うん、あそうか。ってことは家じゃない。家じゃないです。家ではカツカレーなんかなかった。家でさ、家でカレーは出るじゃん。出ます出ます。でもカツカレー出ないじゃん。やっぱ両方つくの母ちゃんの手間なんじゃないですか。でもカツは出てたやん。出てた。とんかつで、はい、白ご飯と、はい、でも全く別のもんだと思って俺は高校生まで生きてきて、はい、初めて大阪行って一人暮らしして、はい、どの定食屋にカツカレーっていうのがあって、はい、だから俺18歳までカツカレー食べたことなかった。おい、で初めて食べたろ、はい、多分この時代だけでさ、うん、昔ながらの定食だから写真とかもないの、はいはいはい、もうあの札がかかってるだけ、はい、でカツカレーと縦に書いてあるの、はい、何やろうと思って、カツカレーっつったら、はい、カレーにとんかつ乗ってて、うん、びっくりして。いや、まあ、ある程度推測つくじゃん。いや、これがマジで何の予備知識もないと分かんないよ。なんかそのあスパイス効いたカレー食うのかな。そうだから、そうそう、カツって何やろみたいな。そう、トンカレーかもしれんやん。あー、だから確かにね、そう、そう、あー、だはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、トンカレーでもいいわけだし、トンカツカレーだったら分かるよ。確かにカツカレーだから、そう、全然分かんなくて。あ、カレーはカレーだろう。カレーなんか、何かしらのカレーなんだろうなと思って。確かに力うどん、別に力が入ってないから。そう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 、こういうわけじゃん。カツもなんかそういう勝利みたいな。そうそうそう、俺もその勝利的なもんかなと思ったりもして。ビクトリーカレーかみたいな。あ、はいはい、分かってきたでしょ、はいはい、だからもう今はカツカレーって認識してるからだけど、大阪だから、あ、なんか阪神がなんか勝ってほしいとか、そういうことだな。そう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 、あ、そう、確かにそうかもしれない。そう、初め何にも予備知識ないと分かんないんだよ。出てきたら、本当にそのちょっと 長丸のサイズにさ、もうご飯とカレーとカツドーンと乗ってて、はい、えとんかつカレーで食うのみたいな。あ、そっか、知らなかった。知らないから。確かに異常な味が想像つかない。そう、ソースとかだろう。だからうちは醤油かソースだったら、はいはい、え、カレーなんと思って。で、あのカツ丼にするにしても卵とじの甘いやつ。そう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 、だからカレーなんやと思って、はいはいはい、で、一発目端っこの方から行ったから、はい、びっくりして、めちゃくちゃうまいな。なんかカレーの良さと、はい、カツの良さを、うん、中には消し合ってるって人も多分いるんだけど、うん、俺はそうじゃなかったね。うん、うん、まさに相乗効果で、うん、うまーと思って。マジで知ってる話が続くな。え、それは我々も分かりますよ。そうでしょ。どういう熱で喋ってるの。俺今ね、あん時の記憶思い出した。初めて食った時の。なるほど。これを超える飯がまだ出てきてないの俺。共感しすぎて退屈なぐらい。知ってんだよそんなの。カツとカレー殺し合ってないのよ。いや知ってるよ。だからあまねくそこら中にあんのよ。だからカツカレーがもう俺の中で強すぎちゃって。あー、はい、なんか蕎麦屋行っても食べちゃうし。なるほど。サービスエリア行っても食べちゃうし。はあ、はあ、はあ。なんかスキー場とかも昔よく行ってたんだけど、はい、あの飯食うところもさ、はいはいはい、なんか山菜そばとかさ、はい、あるんで山の美味しいところ、はい、そこでもカツカレー結局食べちゃうの。うわー、わかる。カツカレー、ま、絶対まずいもんない。絶対まずいもん。で、食べて思うこと、はい、後悔ないんだよ。ない。だからなんかその、そういうとこでしか食べれないものも食べたいから、はい、あまり置いとかないでと思うの、メニューに。うわ、すげえわかる。なんかカツカレーはわかります。うわ、これわかるわ。置いといちゃう、食べちゃうから。はい、食べちゃう、食べちゃうの。だからそばをしてるんだったら、はい、そばだけにしてる。そう、置いとかないでと思う。天ぷらとかだけにしてる。だからその店側が、うん、こいつの強さ知らないのよ。うわ、わかる。すげえわかります。はい、ちょっとこれ、こんなに共感できると思わなかった。最初全然離れたのに。退屈だったのに。むちゃくちゃ分かるんすよ。置いとかないでよって食べちゃうから。なんか、なんていうんだろう、あのお寿司屋さんのサーモンとかもそうじゃないですか。あー、なるほど。サーモン、そうか。サーモンもいっちゃうってこと。なんかもう、食っとかなきゃ。確かに。ハンバーグとかそうなんですけど、結局うまいから。そうね、食べちゃう。だからやっぱりリスク管理しちゃってんだね、こっちも。いや、そうそうそう、そう、うん、あまりにもね、だからまずいっていうのがすげえへこむんですよね。確かに。本当にやせっかく来て、あんまりやなってダメージとしてはでかいわ、やっぱり。そうなんですよ、ね、だから俺とはその蕎麦屋とかで、ね、
さりげなくカツカレーって書くんだったら、はい、なんか自信ありますみたいな。あーなるほど、ぜひ食べてくださいのカツカレーだったらいけんだけどさ、でまあ、別にそばの風味が入ってなくてもそば屋のカツカレーどうですかって書いてあったら、そうそうそう、美味しいって思える。そうさりげなく、そう選んだ罪悪がないですね。そうそう、さりげなくカツカレー書いてあると、いやでもどうせうまいからなっていう。それでカツカレー頼んで、まあ、うまいじゃないですか、うん、隣で見たことないそば食べてる人がうまっつってる時の負けた感じやばいですよ。そうですそうです、やっぱりそば行ってくれるか、あれなんだ知らない、なんだあの草の天ぷら、なんだうまいんだうわ、うまいんだとか言いましたって言うけど、まあでも食べながらも、まあ俺はこれでよかったんだっていうね、うん、まあ、後悔はないんですけど、そうあのカツカレーのさ、福神漬け、福神漬け、はい、なんか赤いやつが好きなの、ね、真っ赤なやつですよね、あれがいいよね、やっぱあのもうこれ、絵の具じゃんっていうぐらい。そうそうそう俺そう、福神漬けもさ、はい、なんかいいやつとかだと、はい、本当に漬けてるからさ、ちょっと茶色っぽかったりさ、はいはいはい、そんなに色入ってないやつなんだけど、はい、やっぱ赤いのがいいよ、もうカタカナ着色料赤色4号もうそういうのも、いや、真っ赤あれがやっぱいいんだよな、自然界に存在したい、なんか目が痛くなるわけあれがいい、このぐらいなんだよね、もう真っ赤な赤あれがうまいんです、あれがうまいんだよね、カリカリしてる、見た目も一緒に食べてんだよね、うん、カツカレー、カツカレーぐらい選んじゃった俺、うなぎっすわ、うなぎ絶対、うなぎな、うなぎはしてらっしゃるんすさ、うなぎがまずいって意味わかんないもんね、うなぎ、そう、聞いたことない、で、うなぎは強いな、でもカツ、うなぎは強いな、うなぎは、あれの白焼きはどう、俺もう白焼きなんかいけないです、怖くて、怖い、なんで、いや、その、どっちか選べるのに、うん、タレ、断るってどういう贅沢って、いや俺もそうなの、白焼き分かんなくて無理っすよね、うなぎのうまいってほぼほぼタレじゃん、うん、そうなんですよ、あんなだって雑巾かかってても我慢できないんだよ、いやいやちょっときれいな雑巾きれいな、いいじゃん、雑巾は雑巾だろ、新品だよ、新品でも雑巾だから、拭いた後口入れたら頭雑巾だってその新品だろうがどっかの切れ端じゃん、いやでもなんか切れ端のこれぐらいの布をあのタレに浸したり入れて口入れたら2回ぐらい噛むんですよ、あ、うなぎ、これ、うな雑巾じゃない気づけよ、ここでいや、口目つけてる、ね、目つけてね、あれ、あ、うなぎ、あ、うわ、わかるよ、いや、雑巾じゃないかくらいやっちゃうじゃん、なんでそんなリスクを負うんだよ、わかるよ、タレが美味しいのはね、めちゃめちゃうまい、だから俺も白焼きわからんのよ、でも、あの、納言の小泉ちゃん、みゆきちゃんが言ってたのが、うなぎあんま好きじゃないんですよって言って、うん、お前バカか、食ってんのかと、うん、いや、言ったらそんぐらいだよ、になんか親が首絞められたのかぐらい物理的にそう親がうなぎに殺されてないからうなぎ嫌いっていうやついないじゃないですか確かに、ほんまそう思う、なんでなんて言ったら、うん、甘いのがもう好きじゃないって言ってて、あ、そうなんだ、だから白焼きが食いたいらしいんですよ、え、あのタレが美味しいのに、でもあの甘くて嫌なんですって、へえ。確かに甘いの苦手な人だったら、でも甘いの苦手なイメージならサラリーマンってうなぎめっちゃ食ってますよね、ああ食ってる食ってる、昼にだけ食ってるよサラリーマン、うなぎを断ることなんかできないじゃないですか、うちのね、嫁もね、うなぎ嫌いなの、やっぱいるんすね、なんかね、何が嫌いなのって言ったら、裏って言ってた、あのうなぎの裏、皮の部分ですか、そう、だからめくったところ、あれが気持ち悪いんだって、気持ち悪い、そう、だから、多分味は美味しいんだよ、でもその裏がなんか嫌だから、じゃあ、なんか鮭の皮なんかもっと気持ち悪い、そう、だから魚の皮基本食べんのよ、だから俺は目で飯食うなって言ってるんですよ、いや、目で食うだろ、それはよくわかんないけどなんかさ、じゃあ皮剥いてやりゃいいじゃないですか、そう、そう、だからそれが多分嫌だからもう食べたくないんだろうね、生命が帰ってきちゃってるから、なるほど、あ、そうなの、皮がやなんですね、見た目で飯まずいなんて俺一回思ったことないけど、ないかもしれないですね、そんな、だって飯は味頑張ってるわけじゃん、でも、なんかホヤとかって気持ち悪いじゃないですか、ちょっと気持ち悪いな、ホヤ気持ち悪いです、まあ、切ってあるから平気だけど、うん、ホヤあのままなんか出されたら、うん、ちょい気持ち悪いですよ、だからホヤを来ました、うん、目の前に、うん、今からちょっと焼きますんでって串刺して焼いて、うん、うなぎのサレつけて出されて食べるからですまあでもタレは入ってたらもううなぎだよ、うなぎそう、もうあのホヤまんまです赤いホヤポコポコだってちょっと今ね串打ちますねって見せるんだそれわざわざ焼いて、うん、って焼いて、うん、タレつけて置いてくるんですよちょっと気持ち悪いなめっちゃうなぎ、まあ、味もうなぎ、まあ、でもそうか、見た目じゃゼロではないね、やっぱりね、そう考えると、ね、そう考えたんですよね、いやでもそうね、やっぱカツカレーはそうだな、いや、カツカレークラスのやつだから、うなぎカツカレークラス、他なんだ、でもうなぎカツカレー、まあそうね、俺もうなぎ上位だね、絶対選んじゃう、選んじゃうやつだから、
ホイコーローとかどうですか。ホイコーローさ、選んじゃう。だからエビチリとかもそうですし、中華料理屋で、うん、本当にいい中華料理屋って、うん、なんか本当聞いたことない、うん、なんとかとなんとかのなんとかつめみたいな、あ、はい、あるね、あるね、どんどん下の方に何か感じが、ね、結局それなんなんてやつなの、漢字いっぱい書いてあって、うん、なんか海魚なのかなみたいなすっごい海魚みたいなのある、海魚みたいなのありますよね、魚、なんか刀みたいな、赤みたいな、なんか偉い人が死んだのみたいな、ずいぶん長い海魚つけましたね、いくらでつけたのか笑ったんだろうねみたいなあって、なんか写真見てもよくわかんない、でも多分高いから間違いなくうまいんだろうな、うんうんうん、でも上になんか食ったことあるやつだったら、うん、やっぱ行っちゃいますよね、ホイコーロー、麻婆豆腐、ああそうそうそう、チンジャオロース行っちゃうね、絶対うまいじゃないですか、でもまあそう中華でやっぱそれだったら行くよ、行っちゃいますよね、うん、でも中華でみんなで行くなら一皿行くけど定食で行けないですよね、そうだな、定食か、定食はねもうそれと心中するしかないもんね、もうそれで行くの勇気はないですね、だからそう考えると、うん、蕎麦屋にカツカレーあったらカツカレー頼んでもらうけど、うん、蕎麦屋に麻婆あったら行ってもらうかな、ああ、いやー、うわそれ、行かないかもしれないです、そう、だから、やっぱり、その、なんだろう、自分のフィールドから飛び出ちゃってるんだもん、カツカレーって、ああ、そういうことカレー界から、ああ、だから、カツカレーって、なんとなく、日本っぽいんですよ、そっか、やっぱ、これ発祥日本だよね、多分そうですね、うんうん、こんなことするんだ、やっぱ日本人こんなこんなこと雑なことするの、多分日本人そうな、そうななんか蕎麦屋に麻婆だったらあまりにも違う、うん、あの大陸からいらっしゃいましたねからさすがにちょっと違うだったそっかそっかそっかカツカレーだとうわー確かになんかお出汁とか聞いてたらうまいかもなとか、ね、米だしなとか思って和食屋でもいけちゃうのね、うん、ああそっかそっかで米も絶対うまいしなって気がするんですよねそっかじゃあそういう意味でやっぱ強いんだ外に出ても戦えるんだ戦ってんじゃないですかねでカツカレーってちょっと確かに値段張るんですけど、うん、どんな値段でも納得するぐらいうまいですよそうちゃんと値段相応な味だからさ、はいカツカレーはすごいな、うん、美味しかった絶対食べたかったんだったねめっちゃみんな今聞いてる人もみんなカツカレー食べたいどこのカツカレーとかないの一番うまい好き全部うまいっす全部うまい全部ココイチココイチのカツカレーココイチくん一番うまいゴーゴーカレーうまい、うん、であのねあのオーベルジーヌのたまにカツが入ってるやつ、うん、あるむっちゃラッキーじゃないですかあれね俺 M1 の時出てたあーでもそういうことなんですよねそう勝負の番組なんですよねそうあれめちゃくちゃうまいっすよねなんかカツだけしかもアルミにくるまれてるえ、あ、そうなんですか、うん、ポンじゃないですかそう普通のオーベルジーヌのカレーにそのカツがでこれで皆さん焼き付けてくださいっつって あ、そういうことなんだでも10組中9組は負けんだよ、まあまあ、なんてでも勝ちなんですよそうか、まあ、言った時点でねだから、まあ、カツカレーがまずいってやっぱない聞いたことないどこでも確かにうまいっすそう、これはマジで本当にどこのカツカレーもうまいっすいや、絶対うまいっすよでよなんかカレー完成したカレーに、うん、適当に持参したカツのっけてもうまいんですよこれやったのよ俺やった自分でカレー作って、はい、そのスーパーで、はいはいはい、買ってきて、はい、ちゃんと玉ねぎと、はい、バターを飴色になるまで炒めて、はい、そこからルー入れて、はい、で、サボテンのおおいいロースカツとヒレカツ、はい、合うかなと思った、はい、めちゃくちゃ美味しかった絶対うまいんですよ絶対美味しいのよ絶対うまいんだよなこれは最近無敵だなって最近思ってるカツカレー確かにそうかもしれないですね、うん、皆さんこれに勝るものあったらぜひ確かにコメントで書いてきてください2択でカツカレー倒すってなかなか無理牛丼いや全然カツカレーよーだってカツ牛丼にカレーかけたいですもんなんだああカレー牛丼カレー牛的なそうなんですよ、うん、カレーかけて成立するものってやっぱその上位にカツカレーが多分いる気がするんですよ厳選北海道海鮮丼うわうわぁいいの来た確かにイクラとかあの山を持ってるもうホタテイクラあの こぼすやつねそうもうこぼれもうこぼれちゃうもう出てるよこうやってあれこぼすっていう言葉なんでつけるんですかねずるいよなこぼすのよくないことしてるのにな俺じゃあカレーもこぼそうでカレーだけなんですよこぼしたらよくないイクラとかホタテってこぼしてもうわやってくれたっていうカレーこぼしたら汚ねえなんだそれおもろいなんて言うんすかねカレーだけこぼしちゃいけないんですよね確かにこぼれ海鮮丼とかさ あるじゃんこぼしてくれってなるのに、うん、あんなでしょお前の腕が割りたくなると思うカレーをこぼしたらカレーだけこぼしたら怒られますよねなんかチーズフォンデュとかもこぼしていいのあるじゃんもうこぼすからいっぱい入れてくださいなのにカレーはね、なみなみとこぼしたら確かに僕やっぱこれ不利だよねでもそのハンデを背負ってでもいい勝負できるいや確かに海鮮丼がやっぱ確かに海鮮丼も他と比べた時に選んじゃうかもしれないです、うん、確かに蕎麦屋に海鮮丼あったら俺海鮮丼選んじゃうかもしれないでもその蕎麦屋の海鮮丼は果たしてそのいい魚どう仕入れてんだろうみたい
あでもなんかエビとかを天ぷらしてるってことは、あ、まあ、そっか、エビはまあまあいいんじゃないかと考えちゃいます。白身もあるな、あるでしょ、アナゴもあるしな、ある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 、あ、な、海鮮丼うまいな、ちょっとこれ海鮮丼対カツカレーだな、あー単純に我々の舌がバカすぎるんじゃねえかガキ舌すぎるんじゃねえかでも、でもうな丼も入ってくるね、うん、三つどもえだバカが好きはもうバカ